私、各自の中にはお互いに正反対で葛藤している2人の私がいる。そうですね。それは確実です。間違いありません。誰にもこの2人の私がいます。その2人の私がお互いに一 できなきけなければりませんそうするとき心に平和が宿ります。あ昨日私がこの人のノウハーの話をしました。アルファ波があり、ベータ波があります。ベータ波長は私に害を及ぼします。アルファ 波長になる時は本当に。私たちに。のせ細胞は幸せになります。だから。言い換えますと。ベータ波長は誰の波長ですか。反対ですね。私を殺そうとする。 その私的な私、偽りの私、偽りの私が考えたら雑念です。とても否定的で、恐ろしくて、疑い深くて、信じれなく、絶望的で、それが皆さん、雑念です。 この雑念の反対、アルファ波長を発生させる反対はどういう念ですか雑念の反対は、正念です。正しい考え念。正しい考えに集中すると、それがアルファ波長に変わります。 それで皆さんが海に行ったああ海は美しい山に行ったあ,あまりにも美しいこの真理あ講義あ本当に合っている話だそうすると自然にどうなりますか集中できるようになりますそれで雑念はどうなりますかなくなります それで正しい考えが始まります。その時アルファ波長が発生し、このアルファ波長が神経という伝染に乗って細胞まで、遺伝子まで伝達されて、遺伝子たちが命の健康な反応をするようになって、悪く変質していた遺伝子たちも 再び回復することができる。だからこの世の中には正しい考えと雑念があります。いろんな考えがありますが雑念がありまた正しい考えがあります。だからこの青年正しい考えに正しい 感じることが大事ですだから、青年としたとき、私が正しく悟ること、正しく感じること、それを性格と言います。私は今、仏教の話をしています。これが仏教だけ通じる話ではなく、すべての人に対する真理です。リ・サン・イーサング先生は仏教を信じないと言いません。 仏教にどれほど素晴らしい教えがたくさんあるか分かりません。仏教は偶像崇拝のどのこのそれは仏教はあんまりよく分からない人たちがしていることです。だから皆さん皆さんが皆さんのうちにある命的な私すなわち誠の私と私的な私 つまり、偽りの私が考えが違います。まことの私が考えるのは、正念であり、正しい考えであり、偽りの私が考えることは、雑念です。だから、健康に及ぼす影響が違います。このニュースタートというのは、皆さんが、 青年に集中して皆さんの遺伝子の変質をもたらしたその雑念をする偽りの私私的な私を正しい私命的な私誠の私にすることなのですこれをできないで技術的に癒そうとしているので治そうとしているので うまくいいかないのですだから私の体に変化をもたらして病気を起こしたその張本人は誰ですかそれは私です。しかしその私は偽りの私です。それを折らないでどうして病気に打ち勝つことができるでしょうかどれほど技術的に切って薬で放射線ののでもう燃やして薬で殺してみても私たちの心の中には いまだに細胞が残っておりその,その細胞の中には遺伝子がありますそして遺伝子は結局いまだ押されてない偽りの私によってまた変質されるでしょうだからがん細胞を皆さんの心から完全に100%殺してみてもがん細胞を作り出した張本人が死ななければ がん細胞はまた再発します。そうですねそれを皆さんが知らなければなりません。だから食物に関する口も変わります。皆さん怒って神経質になるときどういう味が欲しがりますか辛くてしょっぱくてちょっと味の強いそういう食物を 好みます皆さんが外にいてもう神経質になっても心配したりこの野郎とかこういう気持ちになるとこう食べなさいって言ったらこの食物ここでの食物はおいしくなくても食べれません本当に不思議ですところがここでですね講義を聞きながら運動をしながらまたきれいな空気の中で 正,念正しい考えをしながら雑念からだんだん遠くなってこういう食物を食べますとまあおいしいです多くの人たちがそう言います私はどうしてこのような食事をおいしいとして食べれるのかに関して驚きます私の心私の体はこのように結びついています だから結局その青年が入ってアルファ波長を作り出してこのアルファ波を神経を伝って細胞の中に入って遺伝子に影響を及ぼすのですだから青年の遺伝子は遺伝子に命的な影響を及ぼしますそれで皆さん本当に このニュースサトに来て最も効果のない人はどういう人であるかご存知ですかここに来てまでも何する人ですか雑念をする人たちです。ここに来てまでも雑念をする人たちの特徴は何でしょうか講義,室講義室までも携帯電話を 持ってきてき電話が今来るかちょっとしたら来るかベータファ波長がアルファ波長になろうとしたら集中が必要です皆さんがどこに集中するかによって講義は受けていますが講義室で聞きはしていますが電話は来ないだろうか 電話すると言ったのにどうしてしないんだろうかと思ったら講義を受けていても結局は何波長ですかベータ波長です皆さんが何に集中するかによってこの集中が必要ですそれによって皆さんの遺伝子の反応が変わります最も確実に変えられる回復という驚くべき 変化が来る人たちは、わあ、素晴らしい、これだ。この道こそ私が行くべき道だ。この道が私が生きる道だ。それで集中するとき、皆さん、驚くべき変化が皆さんの遺伝子に来るようになっています。分かりますか集中してください。だからこれ以上、皆さんは人の 誰々だだ博士、誰々医者、そういう人たちの技術に、人の技術に依存しても、私の遺伝子の死の変化をもたらしたその死の偽りの私をなくすことはできません。だから、 今日、今回96期を見ますと、本当に毎期、年がどんだ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 ん若くなっていっています。ここに参加なさる平均年齢はだん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 若くなっています。これほどいい現象ではありません。これは韓国が今どれほど雑念の多い 社会であるかを如実,如実に表しています。だから皆さん、もう雑念、青年、区別もなく、もう雑念が青年になっている社会です。だから本当に皆さん、この青年のために、もうかなり努力しなければなりません。心を。 定めて、正念年、正しい考えができるように努力しなければなりません。それで、このような講義を一度だけ見て終わったらいけません。続けて、聞いて、それに関して考え、そうしなければなりません。それで、昔、皆さん、お坊さんたちが仏念を念仏をしますが、 念仏という言葉はどういう言葉でしょうか念は何でしょうか考える念。仏は真理です。真理を思うことです。真理を思うだけじゃなく歌います。だから昔から。 念仏をしたら脳波が変わります。念仏をする言葉を皆さん勉強してみますと、本当にいい言葉です。もちろん、念仏には心がなく、どこには心がありますか 祭りのご飯にはもうその思いがあるって言ったら口先でいくら念仏を解いても口でしながら口で言っていることを思う時脳波は変わりますそれでこの念仏はお坊さんだけするものではありません 実私も念仏を始めてみますと、はあ、もう素晴らしいです。私が念仏はどういう念仏をすると思いますかしてみましょうか。私がする念仏はいろんな種類あります。 その中の一つは念仏知りませんか心の貧しいとは幸いである天国は彼らのものである。 心の貧しい者は幸いである。天国は彼らのものである。悲しむ者は幸いである。彼が慰められるであろう。こういうやり方でずっと行くのです。心のニュアな者は幸いである。彼らは 地を受け継ぐであろう。あわれもものは幸いである。彼らはあわれ,、ま、れみを受けるであろう。こうしますと、アルファファに変えられます。わかりますか皆さん、聞くだけでも何か変わろうと。 することを感じませんかだからこの世にはこの雑念の世です。この雑なことだがたくさん入ってきます。私が去るカナダで金曜日の夜ですね。次の夜明け飛行機に乗らなければなりませんか。夜中、 眠れません。時差があって。韓国から行って、もう1週間くらいです。私は念仏をしました。そしたら、脳波が変わるのを私は感じることができました。楽になります。そして、 セレトニンが出て、エンドルフィンが、遺伝者たちがスイッチオンになって、心が落ち着いて、喜びがあって。それで、それほどよく眠れなくても、少しも疲れません。疲れが完全になくなります。今の人たちは、 雑念がこの中にいっぱいでどうすれば治るか何,何食べたらいいのかもうその熊の足の裏もう雑念が自分を病にかけたのでにそれから逃れようとしないのでありますわかりますかだからそれを皆さんが逃れなければなりません それを逃れるために先ほど私が食物の話ししましたね。だからもう辛いしょっぱい。そういう複雑に食べる。それ食べたらそう。食べるほど。雑念はもっとよく。入り入ります。青年をするためには何から変えなければなりませんか？食物から変えなければなりません。だから、皆さんがこういう食物を食べて。 こういう顔着を受けるとき、頭にすっと入ってきます。食物と口の中に入る食物と耳から入るこの食物が何がコードが合わなければならない。コードが合うというのは波長が合うということです。 食物にもアルファ八長があり、思いにもアルファ八長があり、思いと食物とすべてが八長が合わなければなりません。だから行動があってこそ、本当に釣り合いが取れるとき、生活になるとき、ニューサートの生活となり、その中で遺伝子は驚くべき。 回復を遂げるのです。わかりますかだから、皆さんがこの皆さんが食堂にいて食物を選ぶとき、これ食べたらよくなるのかと言わないでください。私はそれ、そういうのをいたしません。もう、昼、お昼、トマトを出ました。 トマトが良さそうだと考えないでください。食物を何と思わないで、薬と思わないでください。食物を薬としないで、私が命的な私、との私であっても、死の私、偽りの私であっても、関わりなく、いいものだけを食べたら治るという思いはしないでほしいと思います。 私たちはそうするところではありません。皆さんの思いそのものを完全に、1 0年、正しい思いをができるように変えてあげるところです。そうするとき、皆さんが再び病気も治るだけじゃなくて、再発してはいけません。もちろん入社として 病気が完全に癒されて再発される人いますか、いませんかいます。どういう時再発しますか雑念のうちに生き始めるとまたそれが出てきます。それは仕方はないことです。決してこの世の中には病気を癒して生活が再び偽りの。 私の生活を戻ったにもかかわらず、再発再発しないというのは、ありえないことです。さて、それで、結局は遺伝子は結局は私の何に反応しますか、思いに反応します。考えに反応します。遺伝子が考えに反応する、これは驚くべき話です。皆さんの細胞の性能を。 徹底的に決めるそのプログラム遺伝子が思いに考えに反応するこれは驚くべき新しく発見された思想です遺伝子が考えに反応するとしたら遺伝子そのものが考えを記録したものではないだろうか皆さんが 手紙を書いたら手紙は文字です。そうですね。韓国語のそのハングルで手紙を書きました。その手紙は皆さんの何を記録したものですか思いを記録したものです。記録しておいて皆さんの考えが変,え変わったらどうしますか決して再びまた書きます。最近はコンピューターで手紙書くので、 韓国語プログラムで文字を変えます。何によってですか考えに従って。皆さんの遺伝子の文字もそれがコンピューターの文字と同じです。思いによってその文字が変わります。わかりますかだから皆さんこれが何によってなされていますがデジタル方法でなっています。病気になると 考えで持って生活を持って食物も本当に健康的な食事でしたら遺伝子がいやこれは食べ物もこう入って考えもこう入っていつもコーヒー飲んだりコーヒー飲みながらいつもするのは雑念です水飲みながら雑念はもう もう似合いません。似合いません。雑念は、ソウル空気みたいな、濁った空気の中で雑念が入ります。雑念をしていると、きれいな空気を吸うのは、あんまり面白くありません。だから、美しい景色のあるところ、心理と善と美しいものがあるところで綺麗な空気を。 吸ったら雑念がなくなります。それで皆さんのいをすること、目に見えること、口に入ること、耳に聞くこと、頭で考えること、これ全部がコードがあるのです。わかりますかだから、ニュースタードプログラムはソウルしないでできないのです。わかりますか、まあ なんかパンパンして、ここも理想的なところではありません。これセンターを建てるところは川辺に、本当にもう車もなく、ここはあまりにもその騒音があります。もう海が見えて本当にいいのはいいですが、車がたくさんあります。ところが、静かなところに行くと自然と雑念がなくなります。 だから脳波が自然と変わります。こういうのを皆さん知らなければなりません。だから脳波が変わりますと、これが遺伝子をまた変えます。結局私の思いによって、脳波によって、思いが脳波を決定します。そうですねそ。れそれから遺伝子の状態も 影響を及ぼすすのですだから遺伝子っていうのは思いによって考えによってはこう変わるのを見ると遺伝子そのものも考えを記録した文字ではないだろうかそうであるならば私科学者たちが遺伝子の情報を作った発見した というののはこの遺伝子を全部把握したという話です。その全部把握したということはどういうことでしょうかそれを読んで解読したということです。遺伝子は読めるものです。だから科学者たちが遺伝子をほぼ99%解読したという新聞、記事が出ました。 ここを見ますともう人間ゲノム情報を事実上完成した2003年ですここを見ますとアメリカの国立人間ゲノム研究所コーリンス所長はワシントンで記者会見をして ゲノム遺伝子が予定より2年早くほぼ完成してひととき神のみが見ることのできた命の本を人間も読むことができたのであるできるのであるそうしたら遺伝子は文字ですで何が文字なのか遺伝子の構造に 戻ってみたいいと思います昨日見られたようにこれが染色体です遺伝子の塊そしてこの糸が遺伝子ですがこの糸を拡大するとこのような形になります2つの線があり紐がありその間に何という物質ですか覚えていますか昨日塩基という物質です塩基 この塩基という物質がこうどのようになっていますか組み立てられています。もう遺伝子は組み立て式構造だ。組み立て式は解体が可能で、そしてパーツを変えて再組み立てが可能なそういう構造であるがゆえに変質も可能で、また回復も可能なので、藤の病はありえない。 この時何しますかちょっと気が抜けています。だからこのパーツはこれです。4種類の塩基 ATGC という塩基があります。この塩基一つ一つがアルファベット。 の役割をします活字の役割をします。活字をどういう順番で配列するかによって文字が変わります。リサング、リサングの順番にしたらリサングですが、これを誤るとサングになります。あるいはクーサング、その 順番によって配列の順番がとても大事です。文字は意味を表すために存在しますが、この意味が変わるのは何によって変わりますかその文字の一つ一つ文字の配列の順番によって変わるのです。遺伝子もこの塩基の配列の順番が変わることが可能なのです。戻ってみたいと思います。このようになっていますが。 この黄色いのと青と配列の順番が変わっても遺伝子が変わりここでこの赤いのと緑が変わっても配列が変わりどこでその変わるかによって病気の種類が変わるということです。病気を癒すのは変わってしまったこの 延期の配列順番を再び回復させたら病気が治ります。分かりますかところが、この順番を変える技術はとても大変な技術です。これを変える技術をどういう技術と言いますか遺伝子組み換えと言います。 遺伝子を組み替えることのできる人たちはとても勉強をたくさんした人たちです。皆さんは勉強をたくさんした人たちのようです。少なくとも、韓国ではポハン工学大学、大学院卒業しなければなりません。 いつそれほどたくさん勉強なさったのでしょうか皆さんの遺伝子をそれに成功的に組み替えて正常細胞がん細胞に作って本当に大した方々です皆さんそれほど勉強しませんでしたね事,事実は遺伝子の「い」の字も分かりませんでしたが遺伝子が組み替えられました 驚くべき話ではないでしょうかだから病気が治ることも可能だということですそうですこういうのが隠されている心理です勉強しなくてもいいのですしかし昔はこの遺伝子が変えられてもう病気にかかるのを成人病だと言いました しかし今は成人病と呼ぶことができなくなりました。もう20代、30代でもかかるのでもう分かってみるとこれは生活習慣です。分かってみるとまことの私か偽りの私か全部これに関わりがあるのであってこれによって遺伝子が変わったのであって皆さんが遺伝子 ハーバード大学にいて組み換えの技術を学んでしたのではありません。合ってますか拍手してください。今は少し分か,った分かってきたようです。はい、そうです。そうです。これは簡単な話です。 とても難しい話をしているのではありません。だから見ると、年によって遺伝子が変質するのではなく、どんなに年をとっても、何が健康であるならば、思いが健康であるならば、思いが健康であるならば、雑念をしない人たちです。雑念を最小限度に少なくし、 青年をしている人たちが何が違いますか青年をするので食物も行動の合う食物を食べ運動をして雑なものを飲まないで水を飲んでこのように生活習慣が変わります。違います。雑念か青年青によって 雑念を続けてして生活習慣を皆さん、ソウルに行きますとヘルスというところがあります、そこに行くとこの機械がずら,らりと並ばせて何ですかテレビつけてまたイヤホンで聞きながらそのテレビの。 ドラマ全部雑念です雑念 <laughs> これは似合いますか似合いませんか遺伝子がいや何が何か分からないのです何をしようとしているのか分からないのですそれではいけません私のすべての私の存在全体が私の思いから生活習慣 によって健康が決定されます。だから、だから、韓国でここで、韓国だけではありません。特に韓国です。育つ子供たち、コンピューター、ゲームしたり、これはもう雑念をしても,も、だから子供たちがもう美しい自然で遊んでも、アルファ波を 持って遊ぶ時がなくなくりましただから病気がもう,もう早くかかるのです。韓国にあまりにも若い韓国の人たちが病気にかかるのです。どういうことか分かりますね。これはだから成人病ではなくどんなに20代青年であっても考えが雑念にとらわれ生活習慣が 悪くなりりままますすすと成人病にかかります遺伝子が検出されますしかし70歳になっても考えが青年で正しい考えなので生活習慣も喧嘩をこうな生活習慣を持つ人は年を取っているから病気になるというのではないのが如実に現れました。 だからこの先進国の医学協会の人たち、日本、アメリカ、ドイツの医学協会から成人病という名前、言葉をもう諦めました。これは成人病というのは科学的な概念ではない。それを諦めて、成人病のほかにどういう病気 生活習慣病私は生活習慣病気も少し上辺だけのことで私は雑念病と名付けたい、うん、雑念にとられる人は顔だけ見たら分かります だからその中に平和がありませんさて、だから皆さん、悪い思いと悪い生活習慣が私の遺伝子を変えました。何なしに。でも、それを学識、知識、技術が全くなくても、 遺伝子の「い」という字が分からなくても私みんなは遺伝子医学博士です。特に皆さんは遺伝子を成功的に変えた本当に特級の学者たちです。そうではないですね、冗談ですね。 だから皆さん、思いと生活習慣によって遺伝子の変化が来たら同じようにもう生活習慣と思いが回復したら遺伝子は自然にそ,れその方向に戻るしか方法はないということです。そうですね 単純なことです。病気の種類が問題ではありません。私がこれほど話しても、皆さんの中のある方は、先生、この病気も、どんな病気でも、病気の種類に関わりなく、もちろん交通事故というのは違うと思います。これは遺伝子が変わった病気ではないから、ないですから。 しかし、慢性で長いこう歳月によって変化をもたらした、して起こったすべての病気、癌であっても糖尿病でどういう病気であっても、この乳砂糖を通して回復することができる、どれほども気持ちいいことですか。 皆さんの考えが変わり、ま、始めますそうだ、合ってるって言ったら、私はもう治ることはできるだろうか、ここに座って今、講義を聞いて何をっているのかとかもう、もうその食事も味気なくても,うも,う面もう楽しくない、もう電話はどうして来ないのかとか、皆さん、完全に皆さんが、皆さん自身を映さなければなりません。 死から命に移さなければなりません。聖書にイエス・キリストはそういう話をしています。誰でも私を信じて従う者は死から命に移ったのである。さて、皆さん。 だから、文字です、文字。だから人は見ますと、このようになっています。この1つが、これ1つが DNA と言いますね。塩基、文字の役割をして、これが3つの塩基が集まったら、このようになる。 それでこれが長くなるとこういうのが文書となり遺伝子はこれが長くなっているのです先ほどお見せしましたように実はこの下のものが主で上のものはただこう付き添っているだけですだからこの下の その配列によって上も変わるようになっています。だからこれが長くなりますと結局は文章となります。文章は遺伝子、遺伝子は文章に該当するものです。糸が固まっているのを染色体と呼びこ、のこの文章がたくさん。 集めているることはは結局は本にあたるだから見ますと私人間の細胞の核の中には23の染色体が入っているというのは23冊の命の本が入っているということです。23冊の本を98.9%全部解読した。だから 遺伝子の情報を作り出すことができたということです。驚くべき発展発見です。ところがこのここまで来ますと、私はこれを見てどれほど喜んだのかわかりません。だから、だから、これからは文字さえ本来通りに回復させたらいいだろう。 見てくださいだからこの2つの DNA が塩基がこのように結合してこの結合はどういう結合ですか強い結合ですか弱い結合かとても弱い結合ですだから弱い結合のゆえにこのパーツはもうその 組み換えがとてもたやすい。だから遺伝子は変えることも可能で、回復するのも可能ですが、回復するのが変わるよりはもっとたやすい。回復するのが変数するよりたやすい。そのようになっています。なぜそうなのかどう,しどうして回復するのが変わるのよりもたやすいかといいますと、 この遺伝子の中には遺伝子復旧プログラムが入っているからです。DNA 回復です。昨日私は活性酸素に関して学びましたね。皆さんが雑念にとられたら活性酸素がたくさん生産されます。すなわち死的な私が思うのが雑念です。それでこの雑念にとらわれますと活性酸素が 生産されて活性酸素が脳細胞を殺す方向に行きますそれから見ていきたいと思いますここで活性酸素が発生しますとこの活性酸素は全部ここに来て皆さんの裁判細胞の構造を壊すのです本当に 重要なところを破壊するのがこの遺伝子です。皆さんが青年をするならば、命的な私、こういうふうに送るのは誰が送りますか活性酸素をここに送るのは死的な私です。そして皆さんが青年をするならば、活性酸素がここに行かないとここに来ます。 驚くべき話ですここにクるオニンなる理由はここに SOD という物質が生産されます SOD です SOD が生産されてこれが活性酸素を何 に作るかと言いますと水と酸素という皆さんの健康に有益な物質に変えます。これを何と言いますかあの悪いことをいいところに変えるという悪いところがいいものに変わることが可能です。私たちの体の中にはそういういいものに変わるプログラムが入っています。 私の遺伝子を破壊して病気を起こすこの活性酸素までも健康に液になる水と酸素に再び回復することのできるそういういいプログラムがあるのですだから皆さんの病気も病気が治るのも いい方向に治るそういうプログラムになっているだからこの活性酸素が遺伝子を損傷させました打ちましたそのようになるのは結局は雑念ですこの雑念によって起こるのをこの青年青年が入って私が感じるのを 私たちは性格の仏教的な言葉ですが、それはニュースサトでは現代化して、青年をするとき、私たちが感じるのを性格というのはあまりにも仏教的なので、思いと言います。命の私が感じるのを、格、生命の 命の性と悟る核性格しかし雑念偽りの私死の私が知る私が感じるのはその思いとその性格と呼ぶことはできないニューサドではそれを死核と言います死の死ぬという死核ですだから皆さん ニュースタートをする間に少なくとも性格をしなければなりません。視覚は皆さん、退かなければなりません。視覚が来るのを、退かなければなりません。視覚だけしていますと、活性酸素がもっとたくさん生成され、その視覚によってこの病気を起こす方向に進行します。 ところが皆さん、青年をしますと SOD 遺伝子が肝臓の細胞の中にありますが全部スイッチオンされます。それでこの SOD の物質が生成されますと活性酸素がここに引っ張られてきます。ここに来ますと、ここに来るこさせるのは死的な私ではなく命的な私です。 このように徹底的に区分されているのです。だから皆さんが今、今からは、これからはどうしなければなりませんか徹底的に命的な私に戻らなければいけません。それで結局は水と酸素に健康の液な物質に酸活性酸素が変わるのです。それでは戻っていきましょう。 それで遺伝子は分かってみるとこれは文字です4種類の塩基の配列の順番によって変わる遺伝子ですこの遺伝子の文字を塩基配列と言います塩基配列塩基配列です皆さんの大,変大半の人たちは細胞の中に今現在塩基配列が めちゃくちゃになっている状態です特にがんの患者はそうですだから病気にかかる理由は塩基配列の変質スイッチオンされなければならないのがオフになっている塩基配列には異常がなくても正常なその,そのスイッチオンではなくオフになっていたらいけませんまたオフになるべきものがオンにされてなっていたらいけません がんになったら塩基配列がたくさんこう変わっているので,です悪性がんであるほどその塩基配列がめちゃくちゃです。だから良性腫瘍、悪性腫瘍、その塩基配列がどれほどたくさん変わったかによってこのがんがどれほど悪性なのか が表されますだから、悪性腫瘍も悪性腫瘍でも良性腫瘍でも分かってみると全部塩基配列が変わったものです。ところが、良性の腫瘍は塩基配列が変質しても 少しだけ変質されたものです。だから、陽性腫瘍は待てば正常に戻りやすいです。わかりますか何が変わりますとですか重いと生活習慣が変わりますと。だから、ところが悪性腫瘍は 回復されないと言えません。陽性の程度の差ですが、これに話したら合ってます。陽性は悪性よりは少し回復するのが優しい。そして、悪性腫瘍だからといって、延期配列が回復できないのではない。陽性腫瘍から 配列が回復するのを見ると悪性腫瘍だからといって回復されないのはもうはずはないその配列が違うのでめちゃくちゃなので時間がかかるだけだ今少し本気に戻っています暗闇がもう晴れました前に座って今今聞いて まあしようとする決心を見えますがもう悩みが取り除かれません私はこれは私はあのぐらいになるとこう見たらわかります遺伝子がどれほどどうなっているか見ると見たらわかりますだから驚くべき話です もう希望がありますねだから、統計的に悪性腫瘍患者が回復するのを医者たちがよく見ることができなかったので悪性腫瘍は治らないのでもう決めつけていた。だからそのように統計的なレベルで医者が患者たちに話すと患者はより雑念にとらわれます。 そして結局医者が言った通りになります。ここでは皆さん、私は何になるために入ュをとしていますか統計に入るよりは統計の外に例外となる,例外となるために入ュをしているのです。だから、 私たちは例外的な考えをし、例外的な生活習慣をし始めなければなりません。わかりますかもう理論がもう立ちますかだから、再植したら癌が治る、そういう,もう幼稚的な試みをしないでください。闘病の哲学がもっと深く高いものです。だから 皆さん遺伝子塩基配列に戻っていきたいと思いますだから活性酸素が来てここに打ちましたそうするとこの結合が完全に分離されましたそしてどうなりましたかも,う,もう,う取れて視役者になったりします 遺伝子を勉強してみますと、事実は皆さんが活性酸素が日常生活の中でこうできてもう怒って心配したり活性酸素が生産されますもう神経質にあたりもう雑念の中にその活性酸素がたくさん出てこうちますもう死,の死的な私は私を殺しているのです。 だから私は毎日毎日殺しながら生きているのです。だから問題はこれです。私たちがどれほど健康に長生きするかということは、私的な私を、命的な私と調和をさせて、一致させていくと、こういう私的な現象はあんまり起こらず、命的な私が起こす、こういう回復、 プログラムがもっと活発になって私たちは健康で長生きし病気にかかってもすぐすぐ回復できる人となりうるのですだから見てください本当に不思議です素晴らしいですこれは誰かが昨夜も話したように T リンパ Q から生産することのできる T 抗がん剤はこの抗がん剤が間違いなく存在しているのを医者たちは知っています。この構造もほぼ明らかにされていますが我々医者たちが製薬会社でそういう抗がん剤を作り出すことができません。今でも今さえも作れません。しかし皆さんの心 体の中ではがんかかる以前から続けてそれを作り出していましただから皆さんは製薬会社よりもより一層頭がいいのですしかし頭が良くてそうではなく私人間ができないのを私たちの体の中でいつもやって進めていますで命を維持しながら生きているということは私の力で生きているのではない ありまがん細胞が毎日できても私の技術でその殺しながら生きているのでもありません人間よりもっと素晴らしい知能が次元の存在が存在しているそれが皆さんが意識しないうちにしないところで特に皆さんが深い眠りにあった時 ある時この遺伝子が私人間より高い意識によって人間よりも高い意識によって人間より高い意識といえば神の意識キリスト教式でいうと神の意識仏教式でいうと霊界の意識霊界と言います私の は肉の世界です、私たちは。これは哲学的に話しますと何ですか私には刑事科学的な状況であり上の刑事情学的なものがある私人間よりももっと高いそういう世界があるがゆえに私人間がコントロールされているところが私たちがその 世界に刑事上学的なところに預けておけばいいのにうまくいきますが私たちが私たち同士で戦って肉の世界で雑念を起こしてこのように壊れてしまったのですだから私たちは仕方なく再びどこに戻るしかありませんか刑事上学的な次元また何ですか 肉の世界ではなく霊界霊的な世界それで私自身を私自身の遺伝子をそれにそこに預けるときこういう回復が起こるのですだから皆さんどうして寝ているとき一番回復がたくさん起こるか遺伝子のどうしてでしょうか肉の世界が寝ているがゆうに雑念を していないながゆえに確実ですね。はっきりしてますね。私はいろんな局面から今、遺伝子のがどのように回復されるかを明らかにしています。だから皆さん、こういう話、皆さん、今まで聞いたこともありませんので、こういう講義を一度、 この時間聞いたからといって分かりますかいいえ。Yeah. 夕食して聞,き聞いてみますと全然分かりません。だから繰り返して聞かなければなりません。ああ、そうだ。合ってる。で集中しながらこのアルファファにこう動いていかなければなりません。そうです。これが知れば知るほど皆さんがその深さを。 私が話す深さを悟れば悟るほど皆さんの遺伝子はより一層早く回復されます。だから、皆さん必要であるならば何までもしなければなりませんが念仏しなければなりません。念仏さえも。だから皆さんすでにハーバード大学でこの念仏は高次元次元です。 念仏の内容があります。内容のない言葉をしながら集中してもアルファファに変わります。私はすべてに感して感謝している。私はすべてを感謝しています。感謝しています。そしたら変わります。それで科学的に証明をもうしました。それでこ,のこれをか ハー,ーバート・ベンソンという私は KBS ・チムトと一緒に行ってインタビューを申します。ハーバート・ベンツという。で、この人はそれを科学的に Relaxation Response という名前を付けました。Relaxation Response。これは脳波によってこういうのにするとき感謝します。感謝まで行かなくてもいいです。 例えば神様,神様と呼んでもいいし神様が嫌だったらおおむヒンズ教はそう言いますただヨーガというのは全部健康を向上しますがそれは何ですか雑念をなくすことです雑念をなくして運動しながらストレッチングしながら だから健康が良くなるしかないのです。ニュースートはそのように、もう、このヨガとか、もう、オウムとか、すべてをそう網羅して、皆さんを生活化させることです。わかりますかだから、このように優秀な、 それに優秀な健康法則が存在するはずがありません。私は最高とならなければなりません。ヨガをその勉強しても、呼吸を勉強しても、皆さん呼吸ができない理由はそ、のその集中が必要です、とても。 信じれなさないようなものをその信じなければならないけません。宇宙の木がありますが、それをその吸ってどこにこ、お腹の方に集中させて、その木が集まって、木が塊となって、大きくなって、火の塊のようになります。そしたら、その火の木をそれを動かします。証拠が がうまくいったら胃腸に送ります。また頭が痛かったらそしたらもう頭痛がなくなります。少しちょっと信じがたいものを信じなければなりません。私はそういうのできません。信じれません。うの塊 回したりしかし火の塊に依存していますとこの火の塊がもう自分でしたい放題にも回りますそしたらもうんか変になりますおかしくなりますこの内膜内なるどういうそういう現象があるのか私はそういうところに私自身を預けることはできません それが霊の世界です。霊の世界に私が引っ張られていくのです。どこに行くかも知らずして。皆さん、そのユタの人たち、どういう病気かかりますかどういう,どう,いう病気にかかると、そういうユタ、 を通して病気にかかったらどこの病気にでも治りませんそういう霊界が存在しているのを皆さんを理解しなければなりませんそのユタミコですねミコによってその病気になったものベータ派がなくなる時調節が本当にうまくいくのです だから皆さんこれ見てくださいこれ遺伝子が一旦このように損傷されますともっと他の遺伝子がありますこの物質が生産します消防官みたいに漫画式になっていますが特殊物質ですタンパク質がどういう機能をしますかと言いますと遺伝子をここからずーっと 見て遺伝子を。その監視します。それであここに異常がある。発見しますとこれを。食べてしまいます。それから2番目の物質が生産されて、正確に正しいパーツを持っていきます。それそこにもう組み合わせます。それから仕上げます。 それで完全に活性酸素によって雑念によって壊れて死的な私が壊してしまったものを命的な私が皆さんの無意識の中で遺伝子を回復させます拍手,拍手,拍手皆さん 私たちの体はこのように作られています。だから変質されて病気にかかるより、病気から回復するのがより一層優しいです。心配ありません。大きい声で。